台場とは、防御の目的をもって、大砲を据え付けるための構造物を指す。海岸や河岸の大地など、解剖上水曜の地に置かれたものが多い。初期の台場として、長崎港入り口の7つの台場が知られるが、これらは、女王三年、江戸幕府の指図で、平戸藩により初めて築造されたものである。その後200年の時を経、ペリーが裏側に来航したことで、幕府、 諸藩の解剖意識が高まり、上位思想の影響も相まって日本各地で台場が築造されていった。福岡藩が関わった台場には江戸幕府より命じられていた長崎警備のための台場も含まれるが、ここでは幕末に築造された福岡藩領域の台場についてもべる。福岡藩台場配置図二度目のペリー来航の後、安政元元年8月1日。 福岡藩は海岸数洋の地、およそ十0カ所に台場を建設する許可を幕府に願い出た。実地見分は安政二年より始まり、安政三年には少なくとも一部が完成したと見え、三カ所の台場に大砲十七門を積み回した記事が残る。万、ま、延元年には、芝島、のこの島の大場が完成。文久元年八百六十一年四月十二日には、芝島、 のこの島、荒と山に大砲が設置された。その後、上位運動の高まりとともに、諸藩で、台場築造の動きが加速、福岡藩でも、領内各所に台場が設けられ、異国船来襲に備えている。台場が置かれたのは主に、道海湾の入り口、恩賀川川口、そして福岡、博多を守る、数要の地で、その築造にあたっては、海底の測量も行ったという。 また、台場の築造工事と並行して、のこの島、志賀島間に、大蔵い加田を組み並べて、回路を塞ぐことが計画され、い加田は、文久三年冬までに完成、有事の際にはいつでも設置できるよう、格納されていた。並名台場、須崎台場福岡、博多台場配置図須崎台場以福岡城下に、築造された台場の内並名、須崎の台場は特に規模が大きなもので、 福岡城防衛という役割を担っていたと考えられている。築造工事は文久3年4月7日より始まり、足軽も含め、家中総でで築造にあたり、福岡、博多のみならず、農村、漁村からも妊婦、あるいは妊婦に支払う賃金を拠出したという。藩主も自ら見分にあたり、なかなか大層のおことであったと伝わる。涙の台場は6月20日に完成したが、 これは、完成12年から今日は2年にかけて築造された人工島を一部改修したものである。一方、須崎の台場は、文久3年10月に完成、大砲24から25門が据え付けられた。一般に、台場の平面形状は不等変多角形であることが多いが、波な、須崎の台場はいずれも、こう描くように累線がカーブしているのが特徴であり、 いわゆる両方式追記とは異なるものである。波名、須崎の台場に加え、源氏元年8月には、福岡、博多の海岸5カ所に土俵台場が築造された。その後さらに増設されたと見え、幕末頃の福岡城の図には、福岡、博多の海岸に12カ所の小規模な台場が図示される。福岡藩法大備石冷や屋閣による、台場の所在地、現在地及び、 大砲の大きさを以下に示した。1缶目を 3.75kg とすると、12缶目イコール 45kg、5関目イコール 18.75kg、2.8関目イコール 10.5kg、2関目イコール 7.5kg、1.5関目イコール 5.625kg、1関目イコール 3.75kg、0.8缶目イコール 3kg。 0.5関目イコール1 8 7 5ラム、0.3関目イコール1 1 2 5ラム、0.2関目イコール0 7 5ラムとなる。250目玉を用いる石ビアの光景は5 4 5トルであることが知られるから、光景が砲弾の直径に等しく、かつ砲弾の素材、形状が同じと考えるなら、 12巻目法の口径は5.45イコール19.8センチメートル5巻目法は後傾14.8センチメートル2.8巻目法は後傾12.2センチメートル2巻目法は後傾10.9センチメートル1.5巻目法は後傾9.9センチメートル1巻目法は後傾8.7センチメートル0.8巻目法は後傾8.0センチメートル 0.8貫目砲は、合計6.9センチメートル。0.3貫目砲は、合計 5. 点。現氏元年、長州藩へ、異国船が襲来するとの風文があり、福岡藩でも異国船襲来に備えて、対応策を定めた。それによると、限界灘より、異国船が侵入してきた場合、限界投遠鍵盤より大砲を用いて、空砲を2発放ち、滋賀島。 西戸崎、波の江と順々に大砲の音で受け継ぎ、福岡城内より大砲、金、太鼓で急を知らせ、福岡、博多の寺院が一斉に金をつき、これを聞いた武士は受け持ちの大和島へ走り、町人は所定の農村地域へと避難することになっていたという。その後、下関戦争、撮影戦争での長州藩、薩摩藩の敗北を知った福岡藩は、 一万一の場合には福岡城を放棄することも検討。犬鳴き谷に藩主の別館を急ぎ建設した。しかし上位運動は下火となり、台場は次第にその存在意義を失ってゆく。名古屋崎台場は慶応3年11月に廃止となり、大砲は付属品とともに近くの中の島に移され、新たに設けられた建物内に格納されたという。ありがとうございます。